日は目黒コミュニティガーデンのボランティア仲間が集まって地域にある中町せせらぎ緑地公園のお掃除で、気になっていたチェリーセージの伸びた枝をカットしています。ボランティアメンバーは公園内の清掃をしています。お酒の空き缶がポイ捨てされています。公園でくつろぐことはいいのですが、ゴミは持ち帰ってほしいです。この日は Facebook を見て一緒にお手伝いしたいと、新しい国づくりを考えている今岡さん、そして事務所の人が応援に来てくれました。ボランティアメンバーが高齢者になってしまったので、普段作業しにくい入り口周辺の草取りを快くお手伝いしてくれました。目黒コミュニティガーデンのボランティアメンバーは公園の清掃活動をしながら地域の見守りパトロールも行っています。せせらぎが流れ始めた公園は親子連れの姿が多く見られます。木陰に流れる水音を聞きながら水遊びを楽しまれています。この公園は木陰の中にせせらぎが流れるため、真夏の暑い日でも比較的涼しむことができます。お掃除の終了後はいつものようにティータイム、街の情報交換をしながら楽しいひとときを過ごしました。始まりました今はいないと思う。